はい音楽スタジオの村長です今日はマイクをまたレビューしてみたいと思うんですけれどもマイクの林のように123、えー、僕のトークマイクが3つになっていますもちろんねあ,のあとピンマイクとかヘッドセットですねこういうタイプのねヘッドセットとかいろいろねマイクの性能を調べてるんですよねここに残ってるのは E タイプですねまあ今日のレビューはですね、まあ、これでもなくこれでもなく このの黒いタイプのこれをレビューしたいいと思いますで。これのマイクの特徴っていうのは一番上がいわゆるエコーですねあのちょっとリバーブとは言い難いんですけれどもエコーがありましてで次がボリュームですねそして次にこのイヤホンとかをつけるいわゆるカンなオーディオインターフェースなんですねマイクの入力と出力がちゃんとあるタイプ。 ここがミュートなんですね。ちょっと一回ミュートしてみますね。喋ってるんだけど声が聞こえなくなりますよ。はい、多分この間音声切れたと思うんですよね。こういう突然のまあ電話かかってきたとか、いいですね、トークやってる時とかね、スカイプで電話してる時とか、そういう時にもいいんじゃないかなと思います。これはもちろんこのマイクとですね、 それと、このアームとそしてこの大きなポップガードもそしてこのスポンジですねスポンジも僕もこの頃ポップガードを取ってるんです、ね、こう買う前にですねこういう風になって見えなくなる場合があるからですねで案外これも付いてますしそしてフルセットなんですねだからでこれまだ新しく出たばっかりみたいでしてアマゾンにも。 まだだレビューもほととんんんどないんだと思うんですよねそしてこれ喋ってるのはまさにこのマイクで喋ってるんですで音質は僕は、まあ、だからこの値段にしたらいい方かなと思うんですよね全セットで7,599円スタンド類とかを省いたとしたら本体は 5,000円ぐらいのマイクなんですけどでなぜでかですねこのちゃんとしたあのこれにバッチリのフォルダーがあるんですけどもう一つですね、えー、とこんなあ普通タイプのこういうタイプのですねホルダーもつ、まあ、いてきてお手頃な価格かなと思いますね。ミキサーに挿したりするコンデンサーマイクじゃなくって USB マイクなんですね。 あのパソコンに直接足して、えー、PC やら Mac やらに使うときはこのマイクで十分だと思うんですね。ちょっと比べてみましょうか。僕の残ってるマイクはどれもね案外いい感じでこいつは長く使ってるんですよね。こいつはね基本的にはレコーディングにも対応するためのマイクなんでね。でちょっとこのマイクを切り替えてみたいと思いますね。このマイクを一旦切りましてこのマイクに。 切り替えましたどうでしょうかそんなに音質むちゃくちゃ変わらないというかもしかしたらもちろんこちらの方が少しはいいかもわかりませんけれども十分じゃないかなと思うんですねもう一度元に戻しますねはい切り替えましたこちらのマイクねそしてボリュームが変えれるということで下げてみましょうかあああ こんな感じでですね。ボリュームをここで変えれますし。あ<ー>、テステステス。エコーテストで,す,ストです。はい、こんな感じにエコーもかけれるということで、まあ、なかなかいいマイクだと思います。別にこれはあの今回レビューするからということで。メーカーさんの肩持ちをしてるんじゃなく？て、ちゃんと使えるマイクかな？ というふうに思います。使えるマイクはこうやってどんどん残っていくんですよね。これは DTM の生徒さんにも使ってもらってるマイクだったりして、で、まあ他にも何本かいいマイクは残ってですね、いやもうそんなに良くないなと思ったら、こうメルカリ行きするんですよね。今日はコンデンサーマイクのレポートをしました。購入したいと思う人は、僕の記事のなんかにも、 Amazon ジャンプ買いときますのでね、USB マイクで用途が足りる方にはおすすめと思います。村長でした。